2021年8月7日、東北農業研究センター市民講座、牧草いろいろというタイトルで発表させていただきます。発表者は久保田敦子です。本日はお忙しい中、またお暑い中、ご聴講師いただきましてありがとうございます。ご覧の通りエアコンがついてませんので、水分を補給しながら、気分が悪くなる前に、対応してください。皆さんの生活の役にはあまり立たないと思うんですけれども、知っていることと自慢できるような、そんな雑学を中心にお話ししたいと思います。どうぞ、リラックスしてお聞きください。はじめに、国内で飲まれる牛乳は、100% 国内で生産されたものです。しかし、牛乳を絞る、うちの餌の自給率はわずか 25% にとどまります。本来、牛は反刍動物といって、草を食べていれば生きていけるんですけれども、たくさん牛乳を絞るため、また、美味しい霜降りの牛肉を作るため、多くの輸入穀物を餌として与えているからです。牛乳は皆さんの健康に役立ちますし、霜降り肉は生活に潤いを与えます。東北農業研究センターでは、その餌の自給率を高めるための様々な研究を行っています。で、私の担当は、先ほどもお話ありましたけれども、牧草の品種育成にあります。コシヒカリとか、秋田小町など、お米の品種と同じように、牧草にもいろいろ品種があります。写真は、イタリアンライグラスという牧草のクワトロ TK5 という品種になります。本日の講演内容です。最初に牧草とはどんなものかという説明をしまして、次に、イネ科の牧草を8種類ご紹介し、その後、講演でも見かけるようなアメ科の牧草を2種類紹介します。最後に、おまけ程度ですけれども、雑種植物であるベストロディームという牧草とジャイアントミスカンパスという植物をご紹介します。冒頭で牛は草だけ食べて、草を食べているだけでも生きていけると述べました。どうして草だけであれだけの巨体を作り、巨体を動かすエネルギーが得られるのでしょうか。人間の場合はですね、草だけでは必要なエネルギーが得られません。牧草には、糖とか、でんぷん、タンパク質、脂肪も含まれていますけれども、一番多いのは、繊維、食物繊維と言われるような繊維系です。牛はこの繊維を分解して、エネルギーとして利用できるので、草だけでも生きていけるわけです。食物繊維は人間にとっても大事ですが、これは、エネルギーを得るためではなくて、腸内環境を整えるためです。ただし、牛自身の力では繊維を分解することはできません。牛には胃が4つありまして、そのうちの一番大きなものはルーメンと呼ばれています。大人の牛では200リットルくらい体積があり、この中に住む微生物が繊維を分解してくれるので、草を食べているだけでも生きています。まず最初に、牧草とは、反刍動物の餌です。牛や羊、ヤギなどは反刍動物として、本来は草だけ食べていれば生きていけます。いろいろな牧草の草種があります。で、それぞれの草種にたくさんの品種があります。イタリアンライグラスには、先ほどお見せした写真のクワトロ TK5 の他にも、国内だけでも50以上の品種が登録されています。牧草の場合は草種と言いますけれども、一般的には種と言います。種の定義は、交雑できるか否かによって決まります。例えば植物 A と植物 B が交雑できるなら、A と B は同じ種ということになり、交雑できない場合は違う種になります。交雑とは、花粉を受粉して種ができる。
とある種の名前の書き方がいろいろあります。学名というのと、和名、それから英名、三つありますけれども、このうち学名というのが最も信頼できる書き方です。属名と首相名からなる二名法と呼ばれています。学名と主は一対一で対応しています。なので、科学論文などを書く際などは、必ずこの学名で表記することになっています。これに対して、和名とか英名は、比較的曖昧なものもあります。最初にご紹介したイタリアンダイグラスは、学名だとドリームマルチフォーラム。英名だとイタリアンダイグラス。和名だとネズミムギになります。牧草分野では、慣例的に、我々研究員だけでなく、農家さん、生産者さんや、飼料会社の方たちも含めて、英名のカタカナ表記を使います。以降は、英名のカタカナ表記と和名のみを使います。牧草品種の特徴としては、遺伝的に多様なところです。どういうことかと言いますと、例えば、稲や麦、大豆、トウモロコシ、ジャガイモなどの作物では、同じ品種であれば、遺伝的に全く同じです。例えば、コシヒカリのこの粒は、どの粒をとっても、同じ遺伝子を持っている。ところが、多くの牧草品種では、同じ品種であっても、遺伝的に多様です。私たち人間が、遺伝的にそれぞれ違うように、牧草では同じ品種であっても、それぞれの種子が遺伝的に同じではありません。ただ、遺伝的に同じであれば、葉っぱの一枚一枚に至るまで、見た目が全く同じかといえば、そういうわけではありません。土や水、肥料、温度など、環境要因は、一枚の畑の中でも必ず変動があります。揺らいでいますので、実際にはちょっとずつ違うんですけれども、牧草品種の場合は遺伝的にも、バラバラなので、こういう違いがより大きいということになります。次に、牧草の分け方をいくつか紹介していきます。いろいろあります。まず、最初に述べた、稲科と豆科といわれる。牧草に限らず、稲科の植物というのは種類が多いです。牧草ではないんですけれども、意外なところでは竹とか笹も稲科の植物に入ります。それから、豆科は窒素固定というのができるので、肥料がなくてもよく育ちます。社会科の授業で、散歩式農法から、臨栽式農法、あるいは農法区農法に、変わっていったというのを習ったと思うんですけれども、この時に重要な役割を果たしたのが、この豆科の牧草です。次に、多年生と単年生というわけです。花が咲いて種ができたら、あとは死んでしまうというのが単年生。何年も生き続けるタイプが多年生になります。それから、寒地型と暖地型という分け方もあります。寒地型牧草は春に花が咲いて、暖地型牧草は夏から秋にかけて花が咲く。一般的に寒地型牧草の方が、牛のお腹の中でよく分解されますので、九州などの暑い地域でも、標高の高いところで頑張って寒地型牧草というのを栽培しています。それから自食性、多食性という分け方があります。自食性の植物は、自分の花粉で受精して種ができます。稲なんかのところにあたります。多食性というのは、自分の花粉では受精できず、同じ種の他の個体から花粉をもらう必要があります。自食性の牧草というのは限られるんですけれども、例えば塩爆という牧草は、自食性の植物になります。ただ、塩爆っていうのは、英名では多くありまして、オートミールとかは聞いたことあると思うんですけれ
から、放牧向きの内製牧草と対象向きの牧草というのがあります。牧草地で牛が直に食べている姿が、放牧です。それから、ほふく型と立ち型という分け方もあります。ほふく型っていうのは、左の写真のように、横に広がるタイプで、立ち型っていうのは、右の写真のように上に伸びるタイプです。それから、単層型と長層型という分け方もあります。上に高く伸びるタイプと、あまり伸びないタイプとがあります。で、ほふく型の牧草の方が放牧に向いていて、立ち型で長層型の方が対象に向いています。で、牧草地にこういう白とか黒の直径1メートルくらいの写真のようなロールが転がっているのをよく見たことがあると思うんですけれども、あれは対象した牧草を丸めて立定しています。それから、風媒化と中媒化という言い方もあります。多色系の植物が他の個体からどうやって花粉をもらうということです。風で運ばれるのが風媒化。蜜蜂などの虫に運んでもらうのが中媒化になります。今日ご紹介する中では、マメ科の牧草が中媒化になります。それでは、ここからいくつか牧草を紹介していきます。一つ目はこちらで、オーチャードグラスという牧草です。赤く丸で囲ってあるところに、オーチャードグラスの穂が見えると思うんですけれども、和名はカモガヤと言います。東北の牧草地では8割くらいがこれにある、これと思われます。ぼんぼりのような穂が出てます。右の写真ですね。茎は平べったく折れています。花粉症の方はアレルゲンとして聞いたことがあると思います。暑さにも寒さにも強く、優秀な牧草です。ただ湿気には弱くて、水が溜まるようなところには適します。次に、スイートバーナルグラス。和名は、カルガヤと言います。牧草よりは、雑草として扱われることが多いです。なぜここで取り上げたかというと、非常に特徴のある草です。一つは、桜の葉っぱと同じく、クマリンという物質を含んでいるというため、茎を指で潰してやって、匂いを嗅ぐと、桜餅の香りというか、桜の葉っぱの香りがします。茎をかじってみると、よりわかりやすいかもしれません。二つ目は、先ほどのオーチャードグラスと同様、花粉症のアレルゲンとなる。右の写真に見えますように、水仙が咲く頃、牧草の中で一番早く穂が出ますが、ご覧のようにあんまり大きくはなりません。なので、公園などで生えていても邪魔にならないので枯れからと思います。オーチャードグラスとか他の牧草は結構大きくなって目立つので、まあ、花粉が出る前に枯れからってもらえることもあるんですが、ヒートバーナルグラスは花粉症でない人にとってはあんまり邪魔にならないので、放置されたままになることが多いです。周りの人がすぐ花粉が収まってきたなって言っているときに、自分はまだまだ花粉症だなっていう方は、このスイートバーナルグラスが原因かもしれません。なお、今日ご紹介するイネ科牧草の花粉は、人間にとってはみんな同じアレルゲンで、カモガヤの花粉症ですねって言われた人は、全部イネ科牧草の花粉症ということなので、あんまり近寄らない方がいい。植物にとっては同じではありませんので、例えばオーチャードグラスにスイートバーナルグラスの花粉をかけてやっても、種はできません。次に、チモシという牧草です。和名は、オオハワガエルという牧草で、北海道の牧草地では、これが名です。東北でも、
2割くらいはこれが入っています。チモシーは暑さに弱いので、温暖化で夏の暑さがどんどん厳しくなっていることを考えると、今後はちょっと東北では減っていくのかなと。この、ちょっとピントが合ってないんですけど、猫じゃらしのように、尾が、もう一つ特徴としては、茎の根元、茎を引っこ抜いてやると、写真のように、球根のようなものができる。これを海底と言って、ここに栄養分を溜めておくことができる。少しが違うんですけれども、同じものでも、じゃがいもは入って、茎が膨らんでいる。さつまいもの方は、開根ということで、字の通り、根っこに栄養を溜めてます。スピナワ名は、じゃがいもではなくて、バレーショと言います。さつまいもも、レシピには、甘ショと言います。その次に、ペレニアルライブラムを紹介します。和名は、細麦という、今、和名の通り、右の写真見てもらうと、ちょっと麦に似たような、交互に花がついたような、穂が出てきます。こちらは放牧向きの牧草で、ヨーロッパでは、これが主体になります。次は、冒頭でも紹介しました、イタリアンライブラム。和名は、メルニウムと言います。先ほどの紹介したペレニアルライブラムと同じような子が出ます。長い期間、雪の下にいると、雪腐れ病という病気が出るので、東北ではあまり使われていないんですけれども、関東より向こうではたくさん作られています。冬にこのイタリアンライブラスを作って、夏は餌用のトウモロコシを作るのも、そういうことを行います。ペレニアルライブラスとイタリアンライブラスはとてもよく似ている植物です。見分け方を少しご紹介します。写真はイタリアンライブラスです。赤丸のところに毛が生えているのが見えます。この、これを棒と言いますけれども、ペレニアルライグラスの方にはこの棒がありません。それから、イタリアンライグラスの木の断面は丸いですけれども、ペレニアルライグラスの木の断面は、ちょっと平べったい円形です。それから、イタリアンライグラスは、立ち型で、体操向きですけれども、ペレニアルライグラスは、ホック型で、放牧です。また、イタリアンライグラスの根っこに紫外線を当てると、蛍光反応といって、青白く光るんですけれども、プレミアルライグラスの根っこは、そういう性質はあります。このように結構はっきりとした違いがあるんですけれども、実は、この二つは自由に交雑します。雑種、要は中間的なものが普通にできてしまいますので、事実上、この辺に生えているものは、これはどっちっていうのを見分けるのが困難です。次に、トールフェスクという特徴です。和名は、鬼牛のフェスクです。非常に丈夫な草であって、道路の森面などに使われています。鬼という名前が付いているように、葉っぱは手が切れそうなくらい硬いです。乾燥、土が乾いてしまうことに非常に強いので、アメリカではこれが主体になります。先ほどのペレニアルライブランとかイタリアンライブランとは、麦に似た方の形でしたけれども、トールフェスクは、どちらかというと、稲の方のようなものになります。トールフェスクの方もこの右側の写真のような、こちらは、今度、メドウフェスクという木刀です。
和名は、イロハの牛の毛です。ニタニアトールフェスコにそっくりですけれども、葉っぱはトールフェスコほど硬くなります。もともと牛の毛草という植物がありまして、毛のように細い葉っぱがついている植物なんですけれども、それに対してこちらは葉っぱが広いということで、このような音名になったと思います。トールフェスコと比べると、トールフェスコの方が葉っぱが広い。で、こちらも見分け方を紹介します。全般的には、トールフェスクの方が、メドフェスクより大型で、葉っぱも広く硬い。ただ、大きいとか小さいとか硬い、柔らかいというのは、環境条件によって変わりますので、あまり当てになりません。一番確実なのは、毛があるかないかとか、こういう実験ですね。頭入りの部分を、用事と呼ぶんですけれども、この用事に、トールフェスクには毛が生えています。左の写真、拡大した写真ですけど、この辺に毛が生えているのがわかります。次は、ウィードカナリーグラム。和名は草よしという。湿気に強いので、写真のように、川とか側溝みたいなところでよく見かけます。特徴としては、上にも横にもよく伸びますので、障害雑草として扱われることが多いです。ここは、最初はこのキムシと同じように猫じゃらしみたいなものが出てくるんですけれども、だんだんこれが、花が咲いてくると開いてきます。で、種がつく頃になるとまたちょっと、棒状に戻ってきます。ここで、雑草についてご説明します。雑草という名前の草はありません。雑草というグループもありません。我々から見て、目的外のものであれば雑草。例えば、オーチャードグラスは湿気に弱いので、水が溜まるような場所では、生育が起こります。そういうところには、湿気に強いイタリアンライグラスとか、先ほどのリードカナリーグラスとか、どうしても入ってきます。オーチャードグラスの装置にとっては、イタリアンライグラスも、リードカナリーグラスも、雑草ということになります。こちらの写真は、雑草として使われることもあり、リードカナリーグラスを上手に装置として利用している写真になります。上にも横にもよく伸びるという性質を上手に利用して、これだけ均一な装置になっています。ただし、リードカナリーグラスという牧草は、他のオーチャードグラスなどに比べると、牛に食べさせたときに、ちょっと消化される割合が低い。あんまり、いい餌ができない。ここまでイネ科の牧草を紹介しています。ここからは、ごく身近にあるマメ科の牧草を2つ紹介します。1つ目は、この白クローバー。どこにでも生えているので、皆さんご存知だと思います。イネ科の牧草は英名をカタカナ読みしたもの。使いましたけれども、なぜか白クローバーは、ホワイトクローバーとは呼ばず、あえて中な呼び方をします。和名は白クネクタですが、白クローバーとても正式な呼び方です。ほふく型で、横に広がります。イネ科の牧草とは違って、マメ科の牧草は可愛らしい花が。マメ科の牧草は、蜂などに花粉を運んでもらう中媒花。和名の由来は、ガラスの器などの緩衝材として、詰め物として使われていたからということです。次に、こちらは、赤クローバー。
この辺の赤い花のもの。こちら赤クローブになります。これも、英名のカタカナ読みではなくて、和名でもなくて、和洋折衷な呼び方をします。こちらは、白クローバーとは違って、立ち型で、横にはあまり広がらない特徴になります。で、ここで、今度は白クローバーと赤クローバーの見分け方をご紹介します。白クローバーが、報復型なのに対して、赤クローバーは立ち型で、葉の大きさも白クローバーの方が小さいので、例えば左の写真を見ていただくと、一目瞭然。この真ん中のもこっと立ち上がっているのが赤クローバーで、周りも、あんまり立ち上がっていない横に広がっているやつが、白クローバー。この写真はたまたま一目瞭然ですけれども、環境条件によって、大きいとか、葉っぱが大きいとか小さいとか、変わりますので、あまり当てになりません。右の写真のように、条件が良ければ、白クローバーも結構もこもこと伸びますので、あまり当てになります。それから、白クローバーは葉の形が丸い、赤クローバーは先が尖っているという違いも、環境条件とか、あるいは植物が小さいときはあまりはっきりしません。一番確実なのは、葉の裏側や茎に毛があるかないかというのを確認します。毛がなければ白クローバーです。それから、花のすぐ下に赤クローバーの葉っぱがあるんですけれども、白クローバーにはそれがあります。ここで、問題です。この写真の真ん中に写っている白い花のクローバー。このクローバーは白クローバーと赤クローバーどっちでしょう？どなたかわかる方。一番手前の、じゃあ男性の方、ちょっと答えてもらってもいいですか？白クローバー。ありがとうございます。正解はですね、赤クローバーです。ご覧のように、花のすぐ下に葉っぱがついているのが見えると思うんですけど、これは赤クローバーの特徴。それから、葉っぱの裏側にも、茎のところに毛が生えているのが見えると思うんですけれども、これも赤クローバーの、これは白い花の赤クローバー。続きまして、もう一つ問題。この写真の真ん中に写っているピンク色の花のクローバーは、白クローバーと赤クローバー。どっちでしょうか？すいません、お隣の女性の方。正解です。この、今、答えていただきましたけれども、花の色っていうのは植物を見分けるときに、当てになりません。とはいえ、先ほどの白い花の赤クローバーっていうのはかなり珍しいもので、皆さんもぜひ、探してみてください。四つ葉のクローバーはちょっと探せば見つけられますけれども、白い花の赤クローバーは、なかなか見つからない。で、なぜこの白い花の赤クローバーは珍しいのでしょうか。人間と同じように、植物、父親と母親から DNA を一定とずつもらいます。通常の赤クローバーの花は若いので、白い花の DNA の頻度というのはかなり少ないと予想されます。そして、白い花の DNA は劣性、流星劣星というのを、理科の授業で習ったと思いますけれども、劣星なので、父親と母親の両方から、白い花の DNA をもらわないと、白い花にはなりません。赤クローバーは中媒介なので、DNA の
やり取りをできる範囲っていうのは、蜂の行動範囲に依存しています。この DNA のやり取りのできる範囲を、一つの集団、グループと考えます。この集団の中の白い花の DNA の頻度が、仮にですけど、1% とすると、白い花の赤クローバーが、この集団の中で見つかる確率は、1万分の1程度になります。この計算は他にもいろいろな仮定をしていますので、まあ、参考程度にお考えください。なお、私は子供の頃は、優勢劣勢というふうに習ったんですけれども、今は、優勢ではなく、牽制、劣勢ではなく、先制というそうです。最後に、おまけとして、テクトロニムという特徴を紹介します。トールフェスクやメドーフェスクなどのテスク属と、イタリアンダイグラスやプレミアルダイグラスなどのドリウム属を無理やり交雑して雑種を作った。和名はまだ決まっていません。冒頭で種の定義とは交雑できるかどうかということをご説明します。このフェストロジームは問題なく、広大の種、種を取れますので、交雑できるということになります。それでは全部まとめて一つの種にするのかということになるんですけれども、実際、トルフェストとメドフェストは、一時期は同じロリウム属になりました。トルフェストやメドフェストは、牛のケグサっていう草よりも、イタリアンダイグラスやペレミアルダイグラスに近いということが分かった。最終的には、フードノーラス属というのも言ったんですけれども、ペスクという名前が、産業界に定着しているので、日本を含めて国際的にも、ペスク属のまま使っている。それからもう一つ、東北農業研究センターの名物となりつつある、オビスススキを紹介します。秋以降、これからですね、新幹線の線路の向こう側に、巨大なススキをご覧になったことがある方もいると思います。あれはススキではなくて、実はオビスススキという雑種植物です。皆さんご存知のススキとオビスという植物の雑種になります。こちらの雑種は、フェストロニウムとは異なり、雑種の方からは種が取れません。なので、厳密には交雑できたとは言えません。ススキとオビは異なる種ということになります。海外では燃料は紙の材料として利用されています。すでに利用されています。国内でも、かやぶき屋根の材料とか、あるいはキノコを栽培する品種として注目され始めています。種ができませんので、これを栽培しようと思ったときは、株分けをしてやって、苗を作って畑に植えるということです。こちらは団地型牧草になりますけれども、東北でも北海道でも十分に利用できます。以上、まとまりのない内容でしたが、これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。